仮暮らしのアリエッティは、スタジオジブリ制作の日本のアニメーション映画。監督は、本作が初監督作品となる米、林博雅が務める。メアリー・ノートンの著書、床下の小人たちを原作として、本案、脚色された作品であり、人間の屋敷で物を借りながら隠れ暮らす。小人の一家や、小人の少女、アリエッティと人間の少年、章の交流を描く。 14歳の小人の少女、アリエッティは、両親と三人、人間に見られてはいけないというおきての下、郊外にある古い屋敷の床下で人間の生活品を借りながら密かにつ,つましく暮らしていた。彼女が初めての借りを夜に控えたある日、人間の少年、ショーが療養のため静かなこの屋敷へやってきた。その夜の借りでショーに見つかり、 戦利品の角砂糖も逃げる時にうっかり取り落としてしまう。一度、ショーの出方を見ることにした父、ポットと彼女だったが、母と大叔母から小人の話をよく聞かされていたショーは三人との接触を試みるようになる。これに対しアリエッティは、独断で動き網戸越しに気取られてしまうが、家族の安全のため、自分たち小人と関わらないよう頼む。そこへ、 いたずら者のカラスが乱入して、この騒動で、家政婦の春はショーを怪しむようになる。その夜、ショーは部屋の寝室にある、ドールハウスは、ショーの祖,祖父がこの屋敷に住んでいる小人たちへの、贈り物として作らせたものだと知る。一方、引っ越し先を探しに行っていたポットは、スピラーの助けにより無事帰り、スピラーから、引っ越し先の宛やアレッジたち以外にも小人たちが、 無事でいるとの知らせを得る。ポットは生き延びるために家人に見つかった、この家から去る決意を語る。その時彼女らの家は揺れ、歪み、見慣れたキッチンは剥がれ、代わりにドールハウスのキッチンが降ってきた。すべて、ショーの善意によるものだったが、結果として、引っ越しは確定的となってしまう。別れを告げるため、庭で休むショーの前に隠れることなく、現れたアリエッティ。 そんな彼女に憎まれ口を叩いてしまう章だったが、守りたかったが、ための自分の行いが結果として、彼女の住処を壊してしまったことを詫びる。さらに自分は、心臓の病で手術を受けるのだが、きっと死ぬのだろうと彼女に告げる。その時、章の動向を伺っていた春はついに小人の住処を発見し、アリエッティの母、ホミリーを捕獲すると、瓶の中に閉じ込めてしまう。 部屋に戻ったショーは春によって知らぬ間に閉じ込められてしまうが、そこへ現れたアリエッティにホミリーがいなくなったことを告げられる。悲しむアリエッティにショーは共にホミリーを探すことを提案する。部屋から脱出して台所へ来た二人はホミリーを救出することに成功する。その日の夜、アリエッティと両親はスピラーとの待ち合わせ場所である川へ向かう。明け方。 飼い猫のニーヤの知らせでアリエッティが川にいることを知った、ショーは川へと急ぐ。一方、ようやく川に到着したアリエッティたちは、スピラーと共に船代わりの夜間に荷物を積み始める。そしてアリエッティは、そこへ現れたショーに別れを告げると、引っ越し先を目指して川を下っていった。なお、主題歌を担当したセシル・コルベルは、東方シネマズ・スカラザで行われた初日舞台挨拶に、 サプライズ出演し、ハープ演奏による主題歌の生演奏を披露した。メアリー・ノートンのファンタジー小説、床下の小人たちが原作となっている。この作品は1952年に出版され、この年のカーネギー賞を受賞している。この床下の小人たちのアニメーション化は、本作の約40年前にも、宮崎駿と高畑勲が企画していたが必ず、 2008年初夏に宮崎によって改めて企画され本作として実現に至った。宮崎の企画書の段階では小さなアリエッティと題されていた。これは宮崎が主人公のアリエッティという名前の響きが好きでずっと覚えていたためであるが、プロデューサーの鈴木敏夫との対話で仮暮らしという設定が今の時代にぴったりだという話に触れたことから、さらに カリグラのアリエッティへと解題された。脚本は宮崎が中心に発案し、庭稽古が取りまとめるという体制となった。宮崎は記憶を頼りに独自の解釈を加えており、アリエッティと少年の淡い恋物語としても描いている。整備還元作では19から20世紀のイギリスを舞台とするが、本作では現代の日本に舞台を移している。 この本案について宮崎は、より身近な舞台を設定することで、描写にあたり、自分たちの暮らしを改めて考えたり、小人たちを自分たちの立場に引き寄せて描くといった意図を明かしている。企画書では、場所は見慣れた小金井界隈で良いとされたが、これは制作にあたっての参考であり、公式に舞台地は特定されていない。登場する和洋折衷の屋敷や庭園は、 青森県平川市の聖美園がモデルとされた。もう一人の主人公である章について、ベーリン監督は、アリエッティとは、対照的な背景を持ったキャラクターとして描いており、そうした章とアリエッティの対等な交流を描くことで、ショーの心が解放されていく物語を意図していると、明かしている。また、ショーのキャスティングは、キャラクターデザインの段階から神木隆之介を、想定していた。 作画スタッフは作画ルームにも新木のポスター等を貼り動作、表情の研究をしたとされ、新木はショーのキャラクター自体のモデルとされる。監督には宮崎の発案から若手を起用する方針が決まっており、鈴木の提案により中堅アニメーターのベ林博正が起用された。鈴木がベーリンを提案した理由は諸説あり、鈴木は 昼食時によく顔を合わせていたため、名前が浮かんだとも、宮崎が大事にしているアニメーターなので監督に指名したら、宮崎が困るだろうと思ったとも述べている。宮崎は、監督になりたがる野心的な人間がいない中での賭けだと述べ、ベイリンについて、アニメーターとしての才能のほか、飾らず人に好かれる人徳があると述べている。 本作の約40年前に宮崎と高畑が構想した企画はチッカポッカといった大の小人たちが狩りをするといった内容であったがその後宮崎による別の企画へと発展した宮崎が東京ムービーに提出した企画ではコロポックルの兄弟が天井裏に住みついて沈騒動を起こすといったユーモラスな物語が想定されておりこの原案は企画段階で 富子 F、富士尾によって大幅に改変され、ジャングルクロベーに結実した。2010年5月8日より、全国約20カ所の劇場で、テント生地で作られた縦1.8メートル横10.5メートルの超パノラマサイズポスターが貼り出された。公開に先立つ7月11日の試写会には、ギャルママ雑誌、アイラブママの人気モデルとして知られるひなあこと、 野田花子が出席。2010年7月17日より10月3日まで、東京都現代美術館で、カニ暮らしのアリエッティ、種田洋平展を開催。1200平方メートルを超える展示室に巨大なセットが組まれた。8月17日には来場者が10万人を突破するほどの大好評となっている。この美術展は、その後愛媛、神戸、 新潟と全国を回っている。前売り券は2010年6月17日時点の発売後、約2ヶ月で5万4000枚を超える売り上げを記録。これは前作、崖の上のポニョより約3倍の記録となった。2010年8月10日には NHK で映画完成までの舞台裏を密着したドキュメント、ジブリ創作の秘密、宮崎駿と 新人監督葛藤の400日が放送されている。全国447スクリーンで公開され、2010年7月17、18日初日2日間で、公衆約9億円、動員は約68万人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となった。さらに、公開3日間では、動員103万8138人、公衆13億4、 979万8、700円を記録し100万人超えを達成している。客層の6割が女性で占められ、ピア初日満足度ランキングでも第4位となっている。さらに公開第2週目で、累計動員が206万2166人となり早くも動員200万人を突破。 公開第3週には累積動員は300万人を突破、公開第4週には公衆が50億円を突破し、ランキング連続第1位に、公開第6週には動員600万人を突破している。最終公衆は92.5億円になり2010年度、工業収入法が第1位となっている。フランスでは2011年1月12日、 台湾では2011年1月14日から公開。イギリスではザ・ボロワー、アリエッティのタイトルで2011年7月29日に公開。北米ではザ・シークレット・ワールド・オブ・アリエッティのタイトルで2012年2月17日よりディズニー配給で公開。吹き替えもアリエッティ役を。イギリス版ではシア・シャローナン。北米版ではブリジット・メンドラーと別に配役がされている。 北米では当時最高だった崖の上のポニョを上回る全米1522巻一斉風切りが行われオープニング公衆640万ドル最終的な興行収入は約1900万ドルを記録いずれもジブリ作品としては崖の上のポニョを上回り最高記録となっている2011年12月16日日本テレビ 金曜ロードショーにて初放送を行った。視聴率はビデオリサーチ関東地区調べ。前作、崖の上のポニョと同様に、エンディングテロップは制作に関わったキャストスタッフの指名だけが50音順に表記され、誰が何を担当したのかわからないようになっている。珍しい作りで、最後はスタジオジブリ、終わりとなっている。ありがとうございます。